皆さんこんばんにちは、せいじのすめです。私はプロの漫画家をしていまして、最近だとツイッターに上げていてヤクザと目つきの悪女けじの話の YouTube アニメキャラクターファンブックがただいま発売中でございます。あとはですね、8月の12日コミックマーケット104に参加いたします。こちらはスペースですけど、月曜の、D の B の3 D の31の B で参加いたしますので、ぜひこちらも遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回はですね、スリーコインズと地球の歩き方コラボグッズを紹介ということでね、なんかね、昨日くらいかな、この動画今7月の9日に撮影しているんですけど、昨日くらいから地球の歩き方っていう、なんかこれ見たことありますか、みんなこういう感じの冊子見たことありますか。はい、こちらのなんか旅行してる人にめちゃめちゃこうお世話、旅行してる人が地球の歩き方編集部とフリーコインズがね、なんとコラボをすることになったんですよね。これすごいことですよ。私もともとフリーコインズ、フリーコ沼っていうらしいんですけど、なんかフリーコインズめちゃめちゃ大好きで、なんか週に1回フリーコインズに行くっていうぐらいめちゃめちゃもう大好きな、なんかお店でしてですね、それで今回、地球の歩き方コラボするってなって、もう紹介ページとか見てもすごい可愛かったんでね、もう買ってしまい、もうその発売した日に買いに行ってしまいました。はい、お恥ずかしながらということで、で、そんなんで、買ったやつちょっと紹介するよっていうちょっと動画撮ろうかなと思ってちょっと、はい、やらせていただいております。で、まず一つはですね、じゃん、こちら、じゃん、こちら、旅の思い出保管ファイルということで、こちらね、なんかね、チケットなんかその旅行券とかチケットとかを保存できるものらしくて、こういう感じになってますね、設定としては。でパンフレットも入れられるということで、でも写真などということで、なんかね、一時保管できる書類みたいな感じなんですか。ちょっと開けちゃいましょう。いや、もう本当絵が可愛いですね。この絵が素敵で、もう買ってしまいましたね。地球の歩き方の方はね、結構、親がね、海外旅行行くのが大好きだったんでね、もう結構本棚とかに入ってて、昔のやつですけどね。もうなんで、もう結構親しみがあるものって。私も最近、あれですね、なんだかな、オランダか、オランダのね、地球の歩き方買いました。結構面白かったです。はい、そんな感じで。はい、こんな感じでもうおなじみのイラストがありまして、で、ここがね、留め具になってですね。留め具もね、なんかすごいおしゃれで、黄色がね、マッチしてるっていうか、で中身はこんな感じで、写真をこうやって入れられるものになってますね。結構、なんかポケット結構複数ある感じですね。私も結構、漫画家っていう職業をしているので、結構ね、旅行はね、行く方なんです。割と結構いろいろ行ってて、京都とかも5回ぐらい行ってますから、なんでそんな行くんねんって感じですけどね。はい。というわけで、こちらは、こちらまた紹介させていただきました。これはね、単純に絵が好きで、絵が可愛いなと思って買いました。はい。じゃあ次。次、こちら。じゃん。こちらなんだ、なんだと思いますか？ちょっとキラキラしてて、めちゃめちゃ反射してるんですけど。はい。こちらはですね、ドットラップ PC ケース、オーロラか。すいません。はい、オーロラでございます。見えないか。オーロラ。オーロラです。なんかね、普通のやつとオーロラ色があったんですけど、私ね、筆箱もオーロラ仕様にするぐらい、オーロラ大好きなので、ちょっと、はい、買いました。こちら500円ですね。さっき値段言ってなかったね。これ、こっちは330円ね。こっちは330円。じゃ早速に開けますか。はい、こんな感じです。もう私、このさ、今私がこれ撮影してるのも、ノート PC なんですけど、ノート PC 結構持ち歩くんでね、ちょうど良い感じです。ちょうど良い感じで、はい、サイズちょうどいいですね。でもちょっとバッテリー入んないかなっていうのがちょっと、個人的な残念ポイントかな。でも可愛い、とにかく絵が可愛いんですよ。ほら、ちょっ
ょっとね、ごめんね、オーロラで反射してて。これマレーシアかな、合ってる？マレーシア違う、マレーシアで なんだっけ、ちょっとごめんなさい、忘れました。忘れちゃったんですけど。まあ、ここになんか船があって、で、モアイ、まあ、モアイ、イースターとかね、イースターとがあるんでしょうね。で、ニューヨーク。で、飛行機で行くよ、みたいな。で、あとは、これはパリかな？ちょっとパリ見えますかね。パリです。で、中にね、なんかちょっとプチプチみたいなのが入ってて、なんだろうこれって思って、中、もう、あれか。なんかプチプチがそのまま入ってんのかと思ったんですけど、あの、カバーの外側の方にプチプチが入ってるんですね。こういう感じで。なるほど、なるほど。であれば全然いいですね、これは。うん。で、もう入ってるもんかって思って、500円か、まあ高いな、でも可愛いなって思って、こう、まあ、勘違いして買ったんですけど、うん、これだったら全然500円出してもいい。結構ね、PC ケースってちょっと高いんですよね。高くてちょうどいいのが欲しい。まあなんかね、自分がときめくものが欲しいなって思ったところに、ちょっとこれが来たもので。で、まあ、私、あと何が気に入ったかっていうとさ、まあ、ちょっとこの地図がね、結構ちょっと反射してますね。どうしようかな。一回消してみよう。はい。まあ、ちょっと暗くなっちゃうけど。まあこういう感じなんでね、ちょっと、まあ、モンテッソーリー的な地図だなと思って、まあ、そこがね結構気に入って、まあ、境界線とかないんでね、それがすごく私的にはすごくいいなと思って買わせていただきました。はいはい、もうこれほんとかわいい、この PG ケースほんとかわいいですね。かわいいんで、ちょっとよくコメダでネームを書いたりしてるんですけど、その時使わせていただこうかなと思います。うん、もうただ私がかわいいね、いいねって言ってるだけの動画なんで、ね、で次はこちら、じゃーん、線路図衣類圧縮袋4枚セットでございます。で、これね、なんか中に何が入ってるのかなって見たらね、東京、ニューヨーク、ロンドン、ソウルの線路図柄ですねが入ってるんですよ。ほら、多分ね、線路図をこういう風になんかすごいおしゃれなパッケージにするものって見たことないんだって。この間キャンドゥでちょっとな線路のやつやってましたけど、やっぱ3COINS ね、ここがさすがだなって思うところで、なんかちゃんとこうおしゃれに作ってるんですよ。じゃあちょっと開けてみましょう。はい。で、ちなみに、L サイズが2枚。M が1枚。S が1枚の。まあ4枚入りかな ?4 枚入りとなっておりますね。でもちょうどね、衣類圧縮袋欲しかったから、まあ私も結構最近、ね、ちょっと、遠出したりとか、あと子供がね、結構旦那のお母さんの方とかに預けたりするときに、ちょっと子供の洋服がパンパンになってみっともないなと思ってたんでね、これはちょっと使えますね。はい、こんな感じです。あと他にトートバッグ売ってたんですよ、線路図が書いてあるやつが。私ね、東京欲しいなと思ったら、もう東京なかったんですよね。うん、ニューヨークとソウルは残ってたんですけど、それもやっぱちょっと少なくなって、割と需要あるんじゃない、ちょっともう品切れ出てる。私のところがあまり仕入れてないだけかもしれないけど、これがニューヨークですね。ニューヨークで。ニューヨークって上に書いてます。結構大きめなんで、割と3泊2日でもちょっとお釣りが出るぐらいな、入れられそうですね。これロンドン。ロンドンかな？ロンドンで。もう各首都ですね。なんでソウル、なんで韓国のあれなんだろうってちょっと、謎だけどね。うん。パリでもよかったんじゃんって思っちゃうけど。パリでよかったんじゃない？ダメなの？ソウルがあれなの？ちょっとなの？あ、で、一応なんか説明が入ってますね。こういう感じの説明が入ってました。まあ、ここに、横にね、こうか。横に、洋服2枚。シャツであれば4枚入りますとか、靴下だと4足、S だったら入りますみたいな、ちょっと目安みたいなのが書いてありますね。でも薄い洋服であればもっとたくさん入れられそうですよね。うん。で、東京、我らの首都東京でございます。はい、東京もなかなかいいね。なんだろうな、やっぱ他の、まあ、なんかちょっとソウルとも似てるけど、やっぱこのダンジョン感ダンジョン感ありますね。ニューヨークも負けてませんけど、なんかね、結構日本の東京のなんか鉄道の技術って世界から見ても結構すごいらしいんですよね。
こうやっぱ一番ね、やっぱこれがね、やっぱ欲しかったな、トートバッグ。トートバッグもなくなっちゃったからね、もしよかったら再販してください、お願いします。うん、買いますんで。でこれは330円ですね、4枚。はい、なので1枚80円くらいとかかなになるかも。うん、という感じで、これかもう衣類圧縮袋ずっと欲しかったんですけど、なんか衣類圧縮袋ってね、なんか味気ないのしかなかったからさ、なんかもうちょっとなんかないのと思ってたからさ、ちょうど良かったです。これ本当に可愛い、可愛いな、本当に、本当デザインが可愛いんですよ。じゃあ次行きましょう。次こちら、こちらを買いました。じゃん、ちょっと反射してなんだ、パスポートケースです。はい、パスポートケースです。まあこうやってね、パスポートを入れられるものですね。で使用方法はこんな感じで、使用方法が、チケット券、 IC カード、メモ帳、パスポート、ペン、カード類。まあこんなに一気に入れたら盗まれたらもうたまったもんじゃないけどね。ちょっとあんまりまとめて入れるの私ちょっと怖いかもしれないけど、はい、じゃあ早速開けていきましょうか。結構まあ私ね、今回3コインで一番ね欲しかったやつなんですよ、このパスポート入れが。うん、かわいい、もうこの模様が本当に素敵だったので、あ、もうこれ絶対買いに行かないと私後悔するって思って買いに行きました。やっぱねちょっと少なくなってましたね。うん、これ買いたい人結構多いんじゃないかな。まあ今、うん、まあ円安とかで海外旅行行かれる方って結構少なくなっちゃってるとは思うんですけど、でもそれでもなんかね、こう表はすごいシンプルなのに開けたらおしゃれっていうのがねすごくいいなって、なんか財布にもなりそうですね。まあ、ちょっと小銭入れられないか。こちら、こうやってなんか地球の歩き方って書いてますよ。まあ、こういうところもすごい細かくて、ほら、いいよね。ね、ちょうどね、私もパスポートを今年作って、まあちょっと移住するつもりで行ったんですけど、まあちょっと移住する話はもうちょっとなくなっちゃったんで、まあどうしようかなと思ってたんですけど、まあパスポートを作って海外旅行、ね、行くときにこれをちょっとワクワクしながら持とうかなと思ってます。もちろんあの海外旅行だけじゃなくても、まあ、国内旅行でもこうちょっと新幹線のチケット入れたりとか、あとカードも入れられたりするんでね、ちょっとこれ旅行限定でしか使わないものとかはこうやって入れて持ち歩くのには全然いいかな。でも私はね結構あの ADHD 寄りな感じなのでね、結構物をなくすんですよね、カバンとかで。なんでこれを使って、まあ、ちょっと探し物をする時間を減らそうかなと思っております。めっちゃ可愛い、これ本当に。キュート、キュート。いやー、いいですね、やっぱり。中がね、もう中がおしゃれなのがいいです。はい、じゃあ次。次で最後かな。うん。次、こちら。じゃーん。はい、また来ますね。なんか何か違いますって感じなんですけど。あ、ちなみにすいません。さっきのパスポートを300円。これ300円ですよ。いや、これやばいよ。うん。パスポートより300円で買えるんだ。びっくりですね。すいません。ちょっと途中で、ちょっと端折ってしまったんですけど。次はこちら。じゃーん。ガイドブックカバーでございます。地球の歩き、私、漫画本とか、ちょっとした画集とかを持ってたりするんですけど、このサイズかな？このサイズのガイドブックの、ブックカバーってあんまり見たことがなくて、売っててもそのビニールみたいな感じしかなかったんで、はい、こちらはね550円、ちょっとお高めですけどね。でもまあブックカバーなんでガイドブック以外にも使えると思いますんで、割といい買い物をしたんじゃないかな。まああんまり英語サイズの方持ち歩くことないですけどね。最近持ち歩いた英語の本ってわかる、使える、孫子の標本ぐらいしか私読んでないのでね。はい。なので、まあ、その孫子の標本をこれに入れようかな。こんな感じです。なんかね、さっきのよりちょっと印刷面が荒いかなって感じはちょっとするかも。ほら。それでも可愛いんだけど、可愛いからいいんだよ。こんな感じ。ちょっと狭い。こんな感じになってます、中は。で、ここに多分本が挟めて、ポケットが二重になってますね。なんで、ここに本を挟むのわかるけど、結構その、移動するときって、携帯が使えないから、本を持ってるとね、いいんだよね。だから、ちょっとこのガイドブック
カバーってあるんですけど、まあこれブックカバーなんで、まあ、ガイドブック以外の本を挟んでこう旅行中にちょっと読んだりとかするのにもいいかなと思いますね。で結構海外旅行とか行くと、なんだろうな、まあ結構衛生的にまあまあのところもあったりして、本も汚れやすいですよね、紙だと。なんでこのカバーとかあると、その汚れ気にしないでこうパラパラ読めていいよねみたいな感じですね。でこれ結構防水なんでね、ほらビニールになってて水弾くからすごくいいなと思いましたね。であとこのしおりの機能のやつがあります。はい、いやいいな本当はさ、なんかそのそあとはね、まあ、欲しかったやつで言えば、まあ、さっき言ってた東京路線のトートバッグ、そうね、これのさっきのこれね、これのさ筆箱とかあったりとかして、まあ、とにかく、まあ、めちゃめちゃ可愛いんですよね。なんだろうな、可愛くて、その持っててもなんかインテリアの邪魔にならないっていうのがちょっと個人的にポイントが高くてね、こんな感じで、もうちょっとカメラ離すかな、よいしょ、こんな感じで、ちょっとマイクが邪魔になっちゃうんだけどこんな感じのやってたんですよ。これすごい可愛くて、はい、買ってしまいました。久々に裁断しましたね。もう3コインズで安いと思って買うとね、あれ5000円いってるみたいなことって結構あったりするんで、ぐらいもう私沼、もう本当に3コインズ沼でね、今回は地球の歩き方3コインズコラボのね商品を紹介させていただきました。まあ、なんかね、スリーコインズって最近、まあ、30周年迎えたらしくて、そう、まあ、で、なんかね、あと、すいません、ちょっとプラスで、なんかね、このグッズを1500円以上店舗で買うと、こちらの本がもらえるんですよ。お、ラッキーって思って、しかも書き下ろしなんだよね、ちゃんと。すごい。ね、ちょっと見ますか、一緒に。で、30万名様、先着らしいのでね、みんなもうそのすぐなくなりそうだなって思っちゃうけど、はい、まあこういうなんかね、スリーコインズの歩みが書いてあったりとか、スリーコインズの歩き方って書いてある、すごいほらすごい、もうまんま地球の歩き方ですね、本当に。でこうやってちょっと推しのなんか推しの感じのグッズを紹介したりとかしてますね。テイクアウトコーナーもあるの、へー、私が行ってるとこは原宿ではないので、本当原宿ちょっと遊びに行きたいんですよね、本店。ね、もう、そのスリーコインズ好きなのに本店行ったことないってどういうことみたいな感じですけど、はい。もう大好きなんですけどね。なかなかちょっと原宿行く機会がなさすぎて。こういうのとか、推しのアイテムたち。まあ、多分店員さんが推しているものとかが載ってるのかな。こういうのとか。まあ、これはね、まあ、ちょっとコレクションとして持っておこうかなぐらいの。まあ、やっぱスリーコインズ好きってなったら、なあね、この、まあ、本を持つのは別に普通っしょみたいな。ね。またちょっと、地球の歩き方以外の話になっちゃうんですけどね。私これ結構好きで、クリア収納シリーズ。なんか、ね、私の行ってるお店だと、もう売ってないんですよね、これが。これ。これがもう売ってなくて。であと、これ、ね、衣類圧縮バッグ。まあ、あの、地球の歩き方バージョンのね、これも出てて、なんかめちゃめちゃ欲しいなって思ったんですけど、いやもう持っちゃってるからなって、もっと早く出していただけたら、ね、私多分地球の歩き方コラボのバージョンを買ってましたよ、本当に。うん。惜しいことをした。厚切りカステラ、食品もあるんですね。あとはね、やっぱね、キッズのグッズ強いんですよね。強くても、やっぱ、まあ、うちも子供もいますけど、その子供に、その可愛いって言って買っちゃうんでね。あとこれかな。私もこれ買っちゃいましたね。ゲームコントローラー。2800円くらいとかかな。そう、これね、私ゲーム実況もしていますので、実際に遊んでみたんですけど、もう全然普通に使えてました。うん。まあなんか3コインって結構安いものが、多いんで、まあ、たまにね、ちょっと使えないっていうか、まあ、すぐ壊れちゃったりとかしたりとかするんですけど、これはね、まだ未だに現役で続けてられてます。私結構、バカだぜってやって、ね、やるんですけど、これは全然使えますね。うん。また、これ、まあ、後ほどっていうか、また別の動画とかでね、紹介できたらなと思っております。
あとこういうのとか、このあとウォシュレットかな。簡易ウォシュレットね、ちょっと災害の時にいいなって思って、ちょっと欲しいかなと思った。で、あとステッカーね、ステッカー、これね、あのコラボアイテムなんですけどね、ステッカーもね、いいなと思ったんですけど、ね、ちょっとステッカーは、うん、私別にスーツケース持ってないからさ、あ、まだ使わないかな、うーん、なんか持っててもいいんだけどね、欲しいなって思ったけど、うん、ちょっとまあ、ちょっとあまりちょっと物増やすの、ね、限定してるんでね。はい、スリッコ誕生の30年の歩みというものも出しているらしいので、ね、ぜひ、まあ、先着30万名様ということなんでね、あのまだ手に入れてない方はちょっと早めにグッズを買っていったらいいかなと思います。うん、はい、じゃあ今回はね、こちらとこちら、あとこちらですね、こちらとこちらの商品を、あ、これも絵的にちょっといいものっていうよりかは、ちょっと自分が身につけてすごくいいなって思うものしか買ってないので、ちょっとこんなちょっと地味なラインナップで申し訳ないんですけど、はい、もうほとんどブック関係だね。でも全然お仕事に使ってもなんか邪魔にならないようなデザインなのがなんかすごくいいね、これは。うん、いや買ってよかったです。もうなんかちょっと悩んだんですけど、いやもうこれ買わないと絶対後悔するって思ったんで、買って今日ちょっと動画の方で紹介させていただきました。はい、この動画見ていただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価してくれたら同じ励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、まあなんかね、スリーポイントはね、結構私アイテム、まあもういくら使ってるのかなってぐらいすごく買ってるんでね、また、うん、なんかなんか私の家のスリーコインズツアーっていうのもやってもいいですしね、まあそれくらいスリーコインズのグッズめちゃめちゃ買ってるんで、まあなんかちょうどいいんですよね、色合いとこんな可愛い感じで。うん。なんで、ね、またそういうちょっと動画も作りたいと思ってるんで、ね、チャンネル登録して、ね、あといいねとかしてくれて、待っていてくれたら嬉しいです。じゃあ、おつめぐさまでした。ありがとうございます。いや、ほんとかわいいな。はあ、じゃあね。